頭上を越える3号ツーランホームラン。本当にちょっと忘れかけてた感触だったんですけど、まあ、ね、僅差のゲームでいい場面で出たんで、よかったですね、はい、着実にファンの期待に応えていき、堂々とした受け答えもまさにゴジラ級。しかしここ数年、ゴジラのトレードマークでもあった顔のニキビが消え、美肌に変身しているんです。今回その美肌の秘密に限りなく迫ります。今までの写真で振り返ってみますと、92年から2003年、ちょっと飛んでるところもありますけれども、見た目ですね、我々考えたところ、この96年から99年あたりも、このね、99年前後はこの辺だね、綺麗になっているのかなというところが写真からも確認できるんですが、これはエステなのか、それとも皮膚科なのか、皮膚科というところはどうなのかと思いましてですね、松井選手の実家でもある松井秀喜野球の館のスタッフの方にお話をお伺いしましたところ、そんな話は一度も聞いたことありませんよと、こちらも否定されたわけなんですよね。実家に行ったわけでもない、まあ、なんとかヒントが欲しいなと思いまして、こうなれば松井選手に直接聞くしかないということで、ニューヨークにいるテレビ記者の番記者を通じて松井選手に聞きました。はい、はい、松井さん、最近お肌綺麗ですよね。そうすなといったところ、特に使用している洗顔フォームさえないよということなんです。非常に自然なんだと、エステでもない、皮膚科でもない、洗顔でもないというならば何なのか。ニューヨークの空気が肌にあったとか。でですね、我々はついに見つけました、はい、お、美肌の秘密、松井選手の美肌の秘密と思われるあるもの。なんだ、早く開けろよ。さあ、松井選手の美肌の秘密ということで、我々が引き継いだものがこの中にあるわけなんですけど、ちょっとその前にですね、我々がここに行き着いたきっかけとなったのがこちらのですね、記事なんですけれども、これはあの3月8日付のですね、スポーツニッポンなんですけれども、ヤンキース対ツインズ戦のオープン戦に訪れた父親の正夫さんが日本からのお土産について、ちょうど私の右手のあたりなんですけれども、お土産について書かれているくだりがあるんですが、ちょっとこれだと見づらいので拡大いたします。はい、はい、こちらです。手渡したのは特に念を押されたというアロエジュースと、あの松井選手がですね、アロエジュースを飲んでるというのは過去何度か取り上げられてきたことがあるんです。ただどんなものを飲んでるかというのは特定されたことがなかったんですね。で、我々は探し当てることができました。お父さんが持ってたという、はい、はい、初公開、松井選手愛飲のアロエジュースがこちらでございます。はい、皆さんの分も用意しました。ぜひぜひ飲んでください。なんとお値段聞いて驚かないでください。出てますが、2リットルで1万1000円。飲めない。あの発売元に聞いたところですね、確かに、こちらちょっと98年に10月に松井選手が説明会に一般客と混じって訪れて1時間半もの話を聞いた後購入したということなんですけれどもね。でもですね、でもですね、アロエと美肌がくっつくのかどうかというところで、まずちょっとアロエ色あのあれこれをいろいろ調べてみたんですけれども、歴史的にはクレオパトラも愛用していたという。で、種類で300から400あるんですけれども、食用にしますと胃を丈夫にして腸の働きを整えるというところが知られています。それから外用、まあ、あの貼ったりですね、やけどした時なんかよくね、昔そうですね、あの炎症や痛みを抑え菌を殺すと。ただこう美肌というのはやっぱり出てこないんですよね。でそこで福山大学の薬学博士八木明さんに聞いたところですね、はい、アロエにはマンナンという多糖体が含まれる、これによって成長作用があるので、松井選手の場合ですね、例えばですよ、お通じが良くなって体質改善が進んで、それによって肌が綺麗になったという可能性はあるということなんですけれどもね。まあ、あの現在あのこちらに出しております松井選手が愛用しているというこちらのものはですね、あの医薬品ではありません。なので松井選手も当初ダイエットのために飲み始めたということなんです。それが結果的に良かった、全てこう美しく。でもね。